ルーブル彫刻美術館は、三重県津市白山町佐田にある美術館。宝玉、山大観音寺の境内にある、ルーブル美術館から公式に許可を得て運営している。仙台館長で、玄館長の父である、竹川雄二郎が資材を当時建設した、ルーブル美術館の世界唯一の姉妹館である。姉妹館であって、文館ではないため、ルーブル美術館の公式サイトには掲載されていない。 ユージろうがルーブル美術館の作品に感銘を受け、フランスのルーブル美術館に何度も足を運び交渉し、17回目の突仏でようやく美術館に了承を得たもの。建物は黒川紀章が設計したもので、1987年に開館した。開館時にはルーブル美術館館長が訪れ、年間10万人の来館者があった。館内の作品は、 ルーブル美術館にある彫刻作品約1300点を本物から直接型を取り作成したレプリカを展示している。サモトラケのニケやミロのビーナス、ツタンカーメンのマスクをはじめとして日本にいながらにして彫刻作品を楽しむことができる。また館内作品を撮影することが許可されている。常設展示作品はルーブル美術館の他大英博物館や メトロポリタン美術館など欧米の有名美術館のものもある。ありがとうございます。